こんにちは、粟田洋介です。今日は作風を変えるということでやっていこうと思います。ちょっとこれは昨日描いてた絵なんですけど、なんか最初横にしてて海を描いて太陽と富士山描いて、でなんかすごいリアルになってきちゃったんで、一回塗りつぶしてちょっとこういう感じにして、でちょっと波を描いたんですけど、なんかねこのシンプルなラインが気に入って、これだけでこことか手加えないでこの線だけっていうのがいいなと思って、でこれはこれでまた別の時に描こうと思うんですけど、今日はこの白黒じゃなくてカラーにして、さっきのその線だけの感じとかなんかシンプルな感じを今までの作品にちょっと取り入れるっていうかアレンジして、ちょっとだけ新しい感じの作風にしてみたいなと思っています。さっきのこれとちょっと似たような感じで色を加えて描いてみました。なんかすごいシンプルなんですけど、なんか描いてて楽しみになってきました。そんなわけでちょっとこれにもうちょっと足していこうと思います。今こんな感じになっていますが、もう少し描いていこうと思います。今日はこんな感じに仕上がりました。タイトルはまだ決めてません。なんかちょっと思ったんですけど、絵を描くことも着る服を選ぶこともなんか同じじゃないかなって。私はその日の気分で着る服の色とか形とかを選ぶことが多いんですけど、絵を描く時もその日の気分でその作品の色とかその作品の色合いとか雰囲気とかっていうのが変わってきたりする時もあります。
それからさっきお話ししたこの作品の中に出てくるちょっとした変化、ちょっとしたことで気づいてそれを取り入れたりとか、なんか着るものとかもなんか付け足したり取り除いたり違う感じでアレンジして着ることもありますよね。例えばアクセサリーとかスカーフとかワンポイントとかボタンを開けて着るとか閉めて着るとか、シャツをタックインするとか、私絵を描くときもしょっちゅう些細な変化をそうやってつけています。服装の趣味を変えていろいろなファッションを楽しんでいる方もいれば、いつも同じ系統の服しか着たくないという人もいらっしゃると思います。私はどちらも人それぞれで素敵だと思います。ということは置いといて、イメチェンするっていうこともすごく楽しいことだと思います。なんかその新しいイメージの服を選ぶっていうことはすごい探求心も必要だし、とっても楽しいですよね。でこの絵を描く作風を変えるっていうのも同じことだと私は思います。絵を描くことも服を着ることも自己表現ですから、日々の生活自体がアートなんじゃないかなと私は思っています。で今日は今まで描いている作品にちょっと新しいことを取り入れてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。